士が裁判を受け警察署に指令するとき、一番大事なことは正確な場所を判明させ警察官を現場へ急行させることです。警察官が早く現場に到着することで事件の素早い解決につながります。こんな小さなことでも対応してくれる。通報のあった事案は通信指定課と管轄警察署を持ち通信指定システムで素早く確実に対応しています。通学当事者の場合だけでなく保護を必要としている高齢者や道路で遊ぶ子供たちを見かけた時など危ない出来事を思ったら迷わず急行番をお願いします。通報したのに警察署にかけてくれって年間約12万件の通報のうち相談や問い合わせなど緊急性のない通報が約 13% あります。事件や事故など緊急通報のための改善を確保するため相談やお問い合わせは管轄警察署や相談ダイヤルシャープ9110へお願いします。事件に起こる